はいどうも皆さんこんにちは、リュウパラです。皆さんお久しぶりですね。前回のね、リリカのナロハの復刻ね、あれはちょっと回さなかったんでだいぶ時間が空いちゃったんですけど、1500万ダウンロード記念フェスというわけでルイーゼの新しいね書き下ろしが出てきました。もうお姫様の代役のあの ルイーゼですね。で、その他にもねカーリンであったり、まあ他いろいろ、まあ、トロメア個人的には欲しいんですけど、まあこういったフェスがやってきていますので今回は20回回していこうかなと思います。はい、早速じゃあやっていきましょう。能力をね見た方は分かると思うんですけど、ルイーゼがねサンマナで技を出す仕様になってるんですよ。レジェンドでね、3マナって多分ほとんどいないと思うんですよ。だからねほとんど今1マナが青ドゥルだなーかいやドゥルだなはいらんかったなあ。寄ったいやキララネの時はねもう80回回さないと出てこなかったからね、今回は早く出るんじゃないかなって若干思ってたけど来ましたね。西洋の羽、ちょっと読めねえわ。一人ではなく共に背負っていけるはずです、この国のすべてを。そうで3マナでね出せる技なんで、レジェンドで3マナ、これは大体がね1マナで構成されているからね、かなり期待できると僕は信じてますはい、つうわけでね、まあ、20回回せば出るかなと思ってたんですけど、思いのほかね10連で出てきてしまったので、あと9回回したら無料の10連ということなんで、ガチャコインとプレミアムチケットで9回回していきましょう。で無料10連回して終了と。あら、もう主役は？でね、この新しい1500万ダウンロードフェス以外にもですね、復刻っていう風に書いてて、なんか、おぉ！いや、今回いいね。いい、素晴らしい。カーリンゲットですね。私がやる！お前たちは隠れてろ！さもないと！いやもう獣って感じがしていいですね。私が守るんだ、この力で。いやー素晴らしいこれいいね。でなんだっけ、そう、復刻が1日1回無料っていうねやつになってるんですけど、まあなんといってもね、今までその期間限定で出てたキャラクターをキャラクターで構成されてるんで、正直めちゃくちゃ使えるかって言われたら結構昔のキャラクターなんで、使えるか使えないかで言えば多分ほとんど使えない、多分キャラクターを揃えたいっていう方に向けてのガチャになるんかなと思うんですよ。しかもいろいろ種類があるんで、もう闇だなこれはって思いましたね。だからもう1日1回無料で吹けるんで、それで引いていくぐらいかなって思いました。はーい、つうわけでね、無料の10連引いて終わりましょう。うわー、やーべ、これ神引きだわ。トロメア欲しかったんですよ。いやーこれは素晴らしい。嘘も甘えも失敗も間違いも一緒に超えて未来へ行きましょう。いや素晴らしい、これは素晴らしいよ。
いや、素晴らしい神引きをしましたね、これは。20連プラス10連で、トロメア、カーリン、ルイーゼ、ドゥルダナという感じで。いやー、見事ね、欲しいキャラクターが来てくれたんで、今回は大満足でございます。で、早速能力を見ていきましょう。ルイーゼの必殺技、セイクリッドオーダー。これが3マナで、まあ、ユリアナと似てますよね。ただ、回復するっていうのもあるんですよね。上限を超えて中回復する。さらに前方範囲内全ての敵に中ダメージを与え弾き飛ばすと、まあてんこ盛りな必殺技なんですけど、3マナいりますよと。どうせならね、必殺技を上げるだけでも良かったんですよ。必殺技を上げて、長い時間かつ大幅に上げてくれたら個人的には嬉しかった。まあもしかしたらそれだけの価値があるかもしれないですけど。あ、これサブパーティーか。あ、そう。ちょっとこの瞬間なるほど、なるほど、なるほど。サブパーティーだけど、サブパーティーから戦場に来た場合、1回だけマナを消費しないと。戦場に来た瞬間にさっきの技を出して一気に形勢逆転させると。そういう人、そういう人ですね。ルイーゼ、まさしく大王って感じ。でも全然強いと思いますよ、これは。これ、あれですね。生徒の、まあ、強くなるんで、深夜の渦、挑戦してみようかなと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ、なんだかんだ言ってね、1500万、チェンクロもね、ダウンロードされてきていますので、この調子でね、まあ、2000万、2500万と言ってね、どんどんみんなに、チェンクロの楽しさを知ってもらいたいなと思います。今回のガチャは9月27日木曜日10時までとなっておりますので、皆さんもぜひ引いてみてはいかがでしょうか。というわけで今日の動画はこれで終わりたいと思います。この動画見て面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。